そうです。浴衣、そうだよ、今日浴衣だったんだ。いろんなとこに乗せた。今すごい目が乾燥。珍しい色ね、なんかね。そう、ありがとう。一番近くで見、髪型すごいでしょ。なんか第3希望まで選べて第1希望通ったんですけど、多分あの今日着た色多分自分しか希望してなくて、それぐらいなんだろう、まあ、珍しいっていうか、全体写真見たらさ、なんかなんだろう、でも私がの着とるのだけちょっと違う色味というか感じだったね。そう、なんか画像で見たら黄色に見えたんですよ。なんか、あ、黄色だと思って黄色着てみたいなと思って実物見たら、なんだろう、黄色なんだけど大人っぽい黄色だった。うん、あんまり見ない色。そう、新潟で生で見て可愛く、さらにファンになりました。やったー。確かに今日あれやったよね、スマホで撮影でしたね、サイアン色。あ、そう、染めたみたいな。そうそうそう、そうだったんですよ。だから今日はしかもあんまりなんだろう、したことない髪型にしたくて、なんかサイドにねしたかった、なんかまとめ髪にしたくて、何かなーって考えて、これかサイドのお団子か、なんかツインのお団子か迷ったけどこれにした。イエイ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 。ね、いい日々でしたよ。なんて言うんだろうこれ。なんて言うのかな。サイドお団子。サイドお団子かな。なんて言えばいいのか。でもなんかよ、最近よくアイドルがさんたちがしている、なんかこれがこっちもしたらなんかクラゲヘアみたいなさ言うんですよ。クラゲヘアのなんか片方バージョンみたいな感じになった。クラゲ1個。なんだろう、なんかアイドルさんたちがよく最近その髪型をしてるイメージがあるんだけど、クラゲさん。私はね、一応サイドポニーっていうかお団子、なんて言うんだろうね、まあ、サイドサイドうん、そんな感じです。あ、そうです、私もアイドルやってますね。私もアイドルやってます。皆さんの推しメンなんで。皆さん、まあ、もしくは好き麺。
もしくはね、打ち上げ祭りね、なんだろう、あ、おしめんですか、ありがとうございます。ありがとうございます。話し会初めて申し込みました、ありがとう、お待ちしてます。そう、アイドルボイスアイドルボイス、スイッチ入ったバージョン、私うん、あ、新種イベントの予約ありがとうございます。そうそうそう、浴衣ね、ほんとまさかまた切れるとは思わなかったよ、すごいバタバタしてたけどね。うん、チキサイン会、あ、そう、チキサイン会も申し込み受付中で、結構短いんですよ期限から、ご注意ですよ。カラオケ良かったね、高崎英子で夏祭り歌った、後半からみんなで歌った。私会の参冊券は何も聞いてないけど、この前若干まだ空きはあるって言ってたけどね、どうなんだろう、どうなんだ、もう何もまだ聞いてない、待ってるよ。チェキね、あのね、3種類あって、今までと違う感じにした、なんか前回がカジュアル系とかあったんですよ、なので今回は結構なんて言うんだろうな、ブリブリブリっていうのかななんて言うんだろう、なんなん、なんて言うんだろうね、あざとい、あざとい系、かわいい系なんか3つあって、1個目はそう、ハロウィンが近いっていうことで獣獣みたいな、でもなんて言うんだろう、でも衣装っ
って感じ。着物系のでも和服みたいな、なんて言うんだ、コスプレですねコスプレ系でも2個目もはメイドさんっぽいのが良かったからメイド系、でもどうなんだろう。そうだから今2個目はもうコスプレですねコスプレ系ですね。で3つ目が私服です。冬服系です。もう自分がなんか可愛いって思ったのにしましたそうですよ。うん、そうね。でも何が一番人気なんだろうな。もしかして私服が一番人気？メイド？いや、その時は絶対にね、そう、ランダムなんだけど。待って待って、頼んだ後にさ頼んだ後にもしかして私服が一番人気？あれあれ、あれれ、もう注文しちゃったけどな。でもきっとそうだよ、メイドさんが好きって方もいらっしゃるし。そうだよね。そうだよ。一番はハロウィン系だから。でもうち可愛いよ。分からんけど、自分が来たら分からんけど、可愛いですけどね。そう、なんか一番人気っていうかを枚数増やそうかなって思ったけど、もしかして私服か。そしたらどうしようかな、私服もう一着増やそうかな。その可能性も出てきたぞ。でも待って、もしかしたらもうコメントできないだけで、もしかしたら本当は好きって方もいいかもしれんけど、投票しようかなもしかして、そう、コメントは自分はこうだけどな、てんてんてんって思いながらもって方もいるかもしれないから、投票しようか。まずいくよ。とりあえずさ、ちょっと待って、もう一回見ていい？
1番がこれなんて言うんだろうな、なんかアニメみたいな、キツネ、猫、あ、キツネの耳がついてて、でなんか和服みたいな、なんて言えばいいのかな、和風、和風、まあコスプレよで巫女さん？あれどこ行った？確かに巫女さんっぽいかもしれない。キョンシー、そう、キョンシーのみたいな、キョンシーのさコスプレあるんですけど、それみたいな感じだ。キャンシーみたいな感じ。で、2番がメイドさんみたいな。メイドさんみたいな。メイドさんとアイドルの融合バージョンみたいな。3番が私服で、じゃあ待って投票するね。どれが人気かな。結局どれも着るんだけどね、ちょっと枚数をね、比率をどうするかっていう。私服は冬系のにしよっかな。冬は今じゃなかったかな、秋はあったけど。
てて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 、トゥーン、終了ですかね。もう投げましたかね。回りますよ。ほい。回りますよ。ほい。メイドさん41。じゃあメイドさん 41%、 私服 31%、 キョンシー 26% ってことは、意外とメイドさんだそして意外とキョンシーも多いえ、コメントしてなかっただけだった意外と教師も多かった。ありがとうございます。やっぱりコメントしなくてもさ隠れ隠れ、いや本当にいや本当にそうなんですね。そうなんですね。びっくりしました今。割と接戦でしたね。いやすごいな。よかった投票して。めっちゃ私私服が一番多いかと思っとった意外とあ、メイドさんなんだね。へえー、そうなんだ。うん、すごいね。でもメイドさんって言ってもさ、アイドルっぽいやつなんで、なんだろう、黒と白とかじゃないけどね。結構可愛い感じのにしたんですけど、それでもかい？ピンクとかピンクのピンクのチェックの、ピンクと白のチェックなんですけど、結構そうアイドルっぽいけどメイドさんみたいな。そう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 、そう、まああとはお楽しみにそうなんだね。結構びっくりですな。びっくりですな。じゃあどうしようかな。意外な意外な結果が起きたな。あ、でもいい感じに私服もあったら私服も増やそうかな。あんまりね、否定的なコメントやめてくださいよ。じゃあ、いろいろ考えておきます。買うの？いや、買いません。買いませんよ。うん。3枚買う。そう、そうなんですよ。あのね、初回申し込みのみなんで。ね。そこだけ。なんかね、追加申し込みできないんだよね、チキ会って。
どれが当たるかはランダムなんだけど、あのなんだろう、被らないようにはします。そう、追加できないんだよね。そうそう、昔からね、なんかチキ会はね、そうなんですよ、なんかいろいろあるんだろうね。そうなんよ。でもそう、なんかそうなんよね、時々そうね、なんか2回終わりうん、そうですそうです。浴衣姿、そう今日は浴衣でしたですかね。こんな感じです。うん、めっちゃお腹いっぱい、めっちゃお腹いっぱいだ。でもなんかね、すごい髪型なんかずっとなんかこの配信で見るたびにすごい髪型だなって思っちゃったけど、ずっとびっくりしてる。とりあえずね、明日はね、お休みなんですよね。だから明日はゆっくりしようかなって思います。うんね、洗うの大変そう、めっちゃキシキシしそう。うん、ね、ゆっくりしようと思います。高尾さやか、あまりゆっくりしませんが、明日はゆっくりしようと思います。さすがにこの高尾さやかであってもさすがに明日はゆっくりよし、多分みんななんだろう、明日みんなね、全然予定わかんないけど、みんなもゆっくりしそうだし、そっか、でも社会的には明日月曜日だから、そうだね、ファンの方はそうだそうだ、いやーそっか、そっか、私はあれずっとライブとかねやったけん、なんかなんだろう、楽しみながらさ、まあ体力はさ、そんな永遠には続かんけどあのねテレビでねサザエさん見てね、はぁーってなった、この感覚懐かしいって。サザエさんが流れたらなんか、あ、明日から仕事だみたいな思ってたからさ、そう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 、それを思い出したよねあって。でもサザエさん見てて面白いからさ、
わーって思ってたんですけど、そっか、じゃんけん、あ、じゃんけんしてないわ途中から全然もう全然全然違うことしてたちゃんといろいろ考えてました途中から、そうそうそうね、あ、そう、やじ馬の話してた。だからへえ、そっか、そんなにって思ってたけど違うんよ。今日は大事な大事なね、あのものを書いたんですよ。大事なものを書いて、そう、生誕 T シャツのデザインをね考えてて、2個ね、急に1個はもともと考えてたやつで、急にそのサザエさんのじゃんけんらへんで急に降りてきて新しくデザインしたんですけど、どっちがいいんだろうって考えて、なんかどっちもね、なんだろう、表と裏、背中と両面デザインできないみたいで、どっちかしかできないって、だからどっちにしようかなってすごい考えたけど、そう、片面だけなんですよね。だからそう、背中のみもう可愛いけどね、背中メインになっちゃうから、そしたら私なんか表と裏でなんか可愛くして、でも時々こう逆に消えたりするよみたいな 2way みたいにしたかったんだけどそうセルフで、そう、セルフリバーシブルでもね、できないって知ったので、もともと考えてた方にして、新しく考えた方はまた違う時、なんかグッズとかまたなんか T シャツとか作れるようになったらそれにしようかなとか、結構真剣に考えております。今回のやつは結構シンプル系なんですけどね、でも可愛いかなと思います。急に降りてくるからな、秘密だよ、全部秘密、もう提出したからね。街で来ても、可愛いと思ういるもんを決めた。でも一回なんか見本みたいな、ちょっと迷ってるところはあるんだよね、あの色っていうかメインカラーは決まってんだけど、そのデザインの色をね見てこっちにしようかな。タコがすご、お楽しみにね。
りサヤン可愛いって、ありがとう。ヘロー、ヘロー。確かに生誕祭にまだいつか決まってないけども間に合ったらいいな。そう、あのね、なんだっけな、そう、あの個人ファンクラブあるんですけど、なんかちょっと一個考えてるのがあって、どうなんだろうな、やっぱり皆さんなんかちょっとお悩み相談みたいなことをしたくて、なんかそれで今私動画をいろいろ撮ってるんだけど、あのそう、やっぱり皆さん顔見たいですかね、声だけってどうなんだろうと思って、ちょっとラジオみたいな感じにしようかなって思ったんだけども、そうちょっとなんか、まあそうだよね、やっぱ顔見たいですよね。ラジオ風もそれはそれで良き、そうなんや、もしラジオで良ければいつでも撮れるからみたいなね、一回ちょっとやってみようかな。でもね、なんかとりあえずなんかいろいろなんか動画は撮ってるのよ。動画はなんあのツアーが終わってからの動画とか撮ってるけど、これってなんか みんなが自分で撮ったのはいいものの、数日経ってみたらこれってどうなんだろうみたいな思ってね。なんかでもほぼ一人語りというか、一人語りみたいなことをしたんだよね。とりあえずじゃあ投稿してみようかな。一回投稿してみるわ。うん。で、じゃあお悩み相談なんかさ送ってください。どうしようかな。どうしようかな。ハッシュタグどうしようかな、ハッシュタグひびやん A で、ハッシュタグひびやん A にして、まあラジオネームとかありましたらラジオネームで書いてくれたと思います。ラジオじゃないけど
まあちょっとらしいよ。伏線にしようよ、じゃあこれを伏線にしよう。これももはや、そう、あの、そう、全然本名で本名で呼んでほしい方もいる。悩みを見られちゃう。あ、そっか。でも悩みは、そう、結局バレるっていうかけど OK。 そうね、そうね、まあそうね、答える前にもとりあえず「あ」ってバレるよね、まあ、この方はこういう悩みみたいなね。確かに。じゃあ意味ないか。そっか、じゃあインスタで募集する。インスタで募集しようかな。じゃあ私明日募集するわ、インスタのストーリーで。うん、質問を投げかけるんで。あれって文字制限あるっけ。ないか。あるか。それは大丈夫そうですか。短そうだよね、メッセージ。短めで OK。 じゃあその範囲内で、その範囲内でお願いします。2つに分けても大丈夫だよ。でもね、あのね、答えにくいやつはやめてねなんかちょっと答えにくいやつやめてくださいよ。そう、ちょっと困るやつはね、もう、そう、そう、やめてくださいよ。先に言っておきます。例えば、なんだろう、なんだろうな、レッスンをもらうためにはどうしたらいいですかとかとか結構困りますね。結構答えにくいし、ちょっと見ちゃったらあってなる。うん。そうなんですよ。そう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 。まあそうね、運もあると思うけど。結構答えにくいかも、その質問。面白い。こんばんは。うん、そう、レス全然くれませんとか言われたらうってなる。そうなんですよ。
隕石が当たりませんわどうやろね。配信でツアー見ました、ありがとうございます。しようかな、なんとなく。明日ね、募集しますね。あとなんだろう、そう、なんかインスタ自体でもさ質問返ししたいんですけど、なんかちょうど今したいなって思っても、なんか前日にさ多分言っとかなできんくてから、そうなんですよね。でも質問っていうか、質問してなんか答え返ってくるのいいですね。楽しい。そう、一回ね、あのね、お正月、年末年始に、年始の方に質問返ししたんだよね。そう、すごい量になってた。すごい量になって気づいたら1日かけて、ん ?2 日かけたっけ、どうだったかな、結構やってましたね。そう、ここまでにしよう、ここまでにしようってずっと返してたけど、でもなんかちょっと途中で本当に多分耐えれなくなって、インスタのアプリがバグが起きて、そこでやばいと思って、何人返した、何人返したっけ、なんか数えてくれた方がいたんですよねでも何個だったかな、ツイッター、でも質問あしたしたで、メールで返すみたいなやつだよね、それもしたね。あれも年末年始、
れも良かったね。またしたいな。あれは、いや、あれは許可取ってないです自発的にやってみた。あれも良かったですかね。そう、リプ編はねしたことないんだよね。楽しそうだなーって思うけど、なんかあれだよね、なんかそう表示できないやつとかも出てくるみたいで、そうなんです。それが大変そう。うんうん。ね、そうだよね。お互いショックになるよね。あって。あれすごいよね。そうだよねだからしないかな。あ、いいね企画ね。いいね企画、私もさ、なんかみんなの投稿にいいね押したいんだけど、心の中にだけでいいねしてます。本当にめちゃくちゃ時々さ、本当にあのね間違えて押しちゃう時あって、めっちゃ時々一瞬でやばいってなってね、ポチポチってしてるんだけど、え、あれめっちゃね当たるよねあれしかも眠い時めっちゃ当たるよねあれ一瞬でも通知行くんだね。一瞬だったら行かないみたいな噂もなかったフォローとかもありそう。そうちょうどこうこうしとここにあるんよね、ちょうど。眠い時本当に大変。しかもその気づかないまま寝ちゃったらさらに、あって。そうなんよね。だけできるだけそこの。このハートがないところをスクロールしなきゃ、左側とか、できるだけね。私
確かに本当にいいねしますかっていうやつあったらいいねリポストはやばいな。リポストはあれ出るよね、ちゃんとリポストか引用かって、あれで危ない危ないってなるけど、ね、なんか設定あるといいな、そういうの。リポストはやばいね逆に怖いよね。え？何を投稿したっけみたいな。なんかしたっけ？ありそうだよね。焦る。確かに返信タグね、返信タグ間違えよ、数回あるわ過去に。うん、そうでも数回かな。下書きはない下書き全然ないかも。なんだろう、結構 URL 系は残してるけど、なんかさ、あんまりプライベートなことをつぶやかないっていうか、からな。下書きはなんか このライブ出演して、その後のその投稿するまでだから、うん、そう。投稿完了するまではあるけど、完了したらもう消すかも。全然ないね、そう思ったら。メールは下書き、いや、あんまり下書き長くなりそうな時は下書きするけど、出てくる時もあるんだよ。そう意外と、あ、なんかできたみたいなやっぱり1回目に自分の気持ちを言葉に出した方が綺麗に収まってる時もあるけどね。
私メール、そっか、あるあるだね、それは。そうなんですよ。そう、なんかさ、私親友がいるんですけど、その子がカメコ STU 見て、なんか体重増えたみたいな言ってきたんですよ言ってきて、えみたいなで、あ、まあうんみたいな、昔よりかはそう、そうよ。で、そう、それが来てはっきり言われました。でも私はね、昔よりかは今の方がね好きなんよ、自分的にはね思ってるんですよ、私は。元がっていうかうん、筋力とかもあるしねうん、そう、小鹿時代もあったんで、うん、なんかあった、ストレスって言われて、だからいや別に、まあ、最近よく食べてるけどみたいな、まあ、そっかみたいなでもどっちがいいか分からないから、なんかでもどっちがいいか分からんだよねみたいな、まあ、自分的には今の方が好きだけどみたいな、それは言ってないけど、ファンクラブ、あ、そう、全体的な STU 全体と私個人のファンクラブがありますよ。そうそうだよ、そう、ほっぺがね、そうなんです、前なくて今あるんですよ、ほっぺしか前はなかった、ほっぺないそう、ほっぺ好きですね、ほっぺがある女の子って可愛いって思ってた。
そうなんや。健康的に見える？健康的いやそうなんですよ。でもね別に顔、多分私顔からつくタイプなんで別にって感じでなんですけど、でそうどっちの方がいいかなみたいな言ったら、ま、親友ちゃん的には昔の方がいいよみたいな、時には昔の方が好きみたいな、あそうなんだって、そうなんだ、でファンの人からは何も言われんのみたいな言われて、うん何も言われんよ何も言われんよって、そうなんやみたいなって思ったし、そうそうだったんですよ。私あ気づかなくて、それをそのことにそうだったんだと思って、え自覚ないですね特に。私変化はあんまり気づかないんだよね。でも最近そうほっぺ増えてきたなーみたいな感じだけど、そうなんだね、ファンの方は気づいてるんだ。うーん、そう写真集でね、そう写真集はでなんかなんだろう、増やさなきゃっていう意識はあったんですよ。多分そっからかな。そうなんや。そう。そうそう、なんかね女の子の感じっていうか、そうなんですよね、私 そういうのがいいなって思うんですよ。私はね自分的にはね、という感じで、まあ、完成どうなるか楽しみですね。でもそれの名残があとなんだろう、最近よくラーメンも食べたりで最近そのそう全然ストッパーっていうかなかったから、かなって、なるほどってなりましたね、びっくり。でもこの前リンコに会った時は痩せたって
言われたんですよ。だけん顔だけなんかもしれん。顔と足に一番つきそう。先に気づきましたね。親友ちゃんに言われてから、そっか、意外とベストか。はっきり言うかなんやね。うん。はっきり言うし、よく見てくれてるし。うん。メシ。よく褒めてくれる。その前のサーヤン、前のサーヤンはなんだろうな。ちょっと受けてたかも。自分で思う時期がありました。そう、ご飯をね食べたくない時期があって、お昼ご飯お菓子とかありました。今はそんなことはないかな。時々来るけどね。ね、そう、瀬戸内レモンイカ店がなんか食欲のボーダーにはクリアしてて食べてた。お昼ご飯に。スタイルいいなと思った。確かに。でもスタイルいいねってよく言われます。
最近最近スタイルいいねって言われます。そうだよ、嬉しい、バランスがいい、ありがとうございます。昔からやったね。確かに写真集でわかるかも。写真集でそのわかるカットがあるよ。それをが確かあった。何ページ分からん。いつ公開なのか。そう、でも私もちゃんとそう早く完成を見たいですね。特別配信あと1回あると思う。あと1回あの日に、あの日にやる。あと1ヶ月とあれだね、あと1ヶ月半ぐらいですね。でもどうかな、すぐ来るかな。すぐ来るかな。私はまだ来ないと思う。来るかな。サイン付き写真集は、あ、はね、お渡し会でね、2冊券でサインできるんだよね。広島か池袋でサインできるけど、どうなんだろう、サイン付き。そうだよね、ポストカードはどれもついてるけどね。そうね、いろいろ盛り上げてくれたら嬉しいです。
イエイ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 。みんなが喜んでくれたら嬉しいな。家宝にしてね。汗汗。そして好きなページをね教えてほしいですね。そう、確かに今日も盛り上がってますね。ね、楽しみなことがあるぞ。もう今年も3ヶ月ですもんね。そう、写真集はねどの衣装もねすごい私好みだったんですよ。びっくり。髪型かわいい、ありがとう。私の好きなページ、あー、うん、解説したいんだよね。100ページ以上あるよ。全部かわいい、私の好みね。こんなことあるんだねってなった。衣装、自分の好みばっかりって。九州ね、そう、めっちゃ良かったですよ。だから本当にねフィッティングがあったんですけど、その撮影の前、前日にフィッティングあったんだけど全部可愛くてびっくりしたもん。これもこれもこれもいいんですか。楽しかった。うん、前日そう結構ねタイトだったんですよ。スケジュール結構タイトだったかもしれない。予定よりね結構早かったんですよね、撮影が。結構前倒しになったんで。服の、そう。結構早まりましたね、急に。でも良かったのかな、気候が。別に暑くもなく寒くもなく、いや暑かったかな。でもそんなになんかもうすっごい暑いだけじゃなくて、春と夏の間ぐらいです、ね、梅雨。ね、だけなんかそう写真集の撮影の時期によってはさ暑かったり寒かったりするよね絶対。でも私は結構ちょうどいい感じだったんだよね、よかった。私結局なんか天気も結果的には恵まれてて、そう天気によってすごい雰囲気とかも変わるらしくて、ガラッと
全部違う雰囲気になったかなって思います。そうなの、結局なんか私最初曇っててなんか曇っててこれってもしかしてみたいなやばいんじゃないかみたいな。てかもともと雨で、雨降ってて外で撮影するときに雨降っててこれ大丈夫かいってなってたら、まあ、やんで曇ってみたいな、曇りかいみたいな、雨かい、あれ、うん、釣りけんさんめっちゃ可愛い、ありがとう、今日もありがとう釣りけんさん、やっほい、今日はありがとう、よかったさやかちゃん可愛すぎましたよってありがとう。あ、話を話中に申し訳ない全然全然ありがとうございます。すごいめっちゃ可愛いが、あれなんか残ってる、あ、消えた、長いこと残るようになったのかな。たまたまか、そう、曇ってて、どこ行ったか、もともと雨だったし、だから、あ、私ちょっとついてないかもって思ったけど、その後晴れて、でその後にそのカメラマンさんに天気によって雰囲気が違うからってよかったねみたいな感じで言われて、よかったってなったね。そう、雨だったんだけどね、急に晴れたんだよね。ね、今日の撮影はなしになるかみたいな、結構なんか私には感じさせないようにはしてくれてるけど、スタッフさんとかなんかちょっとどうしようみたいな感じはあったんちょっと今日の撮影どうしようみたいな、でもちょっと感じたいの私それを、聞こえてはないけど、あ、これもしかしてやばい感じかでもよかった、うん、察してた、ね、そうね、一日でもね、まあ、午前中か午後でもね取り逃したらもう全部ずれるもんね。なんだっけ、打ち上げか、10月だ、そう10月なんだ、一回メールに9月って書いちゃったんだよね。じゃーん、つぎけんさんめっちゃ可愛い、ありがとう、
今日もありがとう。ね、浴衣姿よかった、ほんと夏の終わり、ほんとによかったです、見せれて。いい2日間だ、ちゃんとね見えましたよ。面白かったな今日って感じでしたね。結局私9月の爆誕何だったんだろう。何か爆誕した分かな。ね。ダンスのこと。ダンスかな。まあ確かにね。ダンスは。なんか最近あのダンスの先生からはよく褒めていただくことは増えたんですよ、急に、多分今月。でそうSTU のあのスタディダンス、もうなんかあの5人の中に、初回放送の5人の中にね選んでいただけて、なんか この最初集められた時に何の企画か知らなくて、この5人何なんだろうと思ったら、あの STU のダンスみたいな、学びましょうみたいな、え？ちょっと待ってみたいな、ちょっと待って、おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございますけど、ちょっと待ってねってなった。ちょっと一人だけ違うぞ。ちょっと言っちゃう、もう言っちゃったら、言っちゃってごめん、言っちゃってごめんやけど、そう一人だけなんか違くないみたいななったんですよ。だから多分そう、もしかしたら本当にね5人なんだけど、本当4人ともめっちゃダンス上手なんですよ、すごいダンス上手で。でも私あの本当に STU 入ってからダンス始めたんで、基礎とかもそんなに毎日やってなくて、最初の方は初期の頃やってたけど、そうだから、もしかして私そう自主練に近いんですよ、私はほぼ自主練に近くて、まあそうね、もしかしたらそうよね、なんだろう、まあ、何かが引っかかって私を選んでくれたのかなみたいな、そうだね、そうなんです、多分そういうことなのかなみたいな感じ。結局はね、そう、あのそうだよ、結局はあのプラス思考にねなりました。だってさ、こんな
こんな結果になるとは思ってなかったから、その選ばれるまではこんな風になると思ってなかったからさ。でもやっぱりそう、正直シンプルに言うとびっくりしたよ。シンプルに言うとね、すごいよね。だけんちょっともしかしたらなんか一方その子を高尾はみたいな風になんかなるんかなとかちょっと考えてるけどとりあえずまあきっとそういうね分かるやんな、多分もともと何もしてなくて運動とかしてなくて、あの ST 入って始めた人でもできるよみたいなスタディーダンスみたいなね、多分きっとそういう感じ。だからまだ自分のそのなんだろう、多分 STU の曲っていうかアイドル曲しか今までそんなにしたことなかったから、なんか何のテストになるかわからんけど、うん、どうなんだろうな。何ダンスなんだろう、バキバキダンスかも、バキバキのダンスかも。びっくりしたよね。なんか時々そう、その投稿にえ、サーヤンみたいなの見たダンス。ありがとうございます。ありがとう。多分はてなと思った人もう少なからずいそうだけど、頑張ります。本当ですか。でも時々そう、なんかさやもっと頑張らんとねみたいなの見ますけどね。ちょっと落ち込むけどね。そうだよ。そうだよ。よいしょ。うん。そろそろ終わるわ。ありがとうございました。
急に眠気が来た。ゆっくりしまーす。ありがとうございました。団地を買ったら見ます。確かに今日は寝れるかも。ありがとうね。こちらこそ。あ、寝落ち。イエーイ。そうだ、これ取らなきゃ。取ろうかな。うわあ、楽しかった。じゃーん、こんなピンが刺さってました。すごいでしょ。これを刺すときね、みゆくさんが大丈夫って言ってたけど、ちょっとなんか痛かったけど、あ、はいって。まあいいかと。頭にそう刺さりそうだった。時々刺さる時あるんや。めちゃくちゃあれっ取れるよりかはマシかと思って、途中でこんなに取ってもまだ崩れない。え、自分では絶対できんよ。あ、買った。釣り犬さん、カタムツリさん、バリーさん、アルトさん、おそばさん、マイセンさん、サトルンさん、トシサさん、イクゴピョンピョンさん、台湾のコウさん、ミツルンさん、コッペさん、ユウキニャンニャンさん、タンタンさん、オーサムさん、セイヤンさん、偏西風さん、キチネさん、F 渋谷さん、フジポンさん、犬ちゃん、メガバイトちゃん、ニノマルさん、ミッドナイトシュガーさん、ロックオンさん、鳥取太郎さん、ラクラクさん、リュウさん、エビスさん、リョウヘイさん、トキワさん、ハンちゃん、おうかさん、おたてさま、ありがとうございます。パチパチ。外すのに時間がかかるでい。で、お、まずはここが取れました。じゃーん。ここに三つ編みがあったこれとんでもないことになってなりそうな予感なんだけど。
ね。マジックみたい。ドゥルルルルルン、ルンルン、ドゥルルルルン、ドゥルンドゥルンドゥルン。あれ、これ、え、なんだ。これか。じゃーん。ここが。強めのピンでした。ここがあれ、お、こうなってサイドポニーになったサイドポニーになりました。今んとこ何個、 1,2,3,4,5,6,8 個よよ。あれ、あ、これピン、いや、めぐさんには返さないかな。次会った時にそう返しても、あ、あーって なりそう。分からん。でもありがとうって言ってくれるかもしれない。諦めたいや、でもこのままじゃ、これハサミで、ハサミで切りたいの。ハサミは危険。よよよよ。ちょっとずつずらしていくシステムにしよう。お、ちょっとずつずらしていく作戦の。バイバーイ、バイバーイ。バイバーイ。おやすみなさーい。おやすみなさーい。